今新橋のあたりっていうか、まあ汐留かなに来ています。で今日は今からちょうどこの建物に入ってるザ・ロイヤルパークホテル汐留だったかな、東京汐留だったかなみたいな名前のホテルに泊まります。今もう6時ぐらいで、6時半ぐらいかな、チェックインできる時間になってるんで、早速チェックインしてこようと思います。高級ホテルなんで楽しみです。改めてですけど、部屋こんな感じですね。広い。エコノミーダブルって言ってましたね。なんか自分がどこを予約したか覚えてないけど、多分最安値の部屋を予約したと思うんで、特にまあこんな感じでしょうか。で水もついてますね。部屋の向き的にどっちが見えるんだろうって感じなんですけど、今回客室31階なんですよね。一番上が38階まであって、そこはなんかプレミアムフロアみたいな感じで別っぽいんですけど、わすごいな。おー、スカイツリーも見えますね。あとでちょっとデジカメで撮り直そう。すごい綺麗です。こんな感じです。おー、これ窓開けてなんか少し作業してると、なんか自分ができる人間になったって勘違いできそうな例えがめちゃくちゃですけど、すごいですね。グラスもワイングラスとかありますね。すごいな。でまあ下はポットとか普通のコーヒーですね。浴室もすっごい広いです。こんな感じです。まあユニットバスになっててってところかな。アメニティもいろいろ入ってそう。おっと、こんな感じで歯ブラシとかかな、一通り入ってます。改めて窓からの景色ですけど、すごいですね。本当に綺麗です。こんな感じでスカイツリーが見えたりとか。でもここ多分建物的にもう少し左側の部屋だったらスカイツリー見えなかったかもと思うと、いい部屋アサインしてもらったかもしれないですね。向きによってはもしかしたら東京湾とか見えんのかな、どうなんでしょうか、わかんないけど、まあ、十分ですね。すごいです。今回の宿泊料金っていうのが朝食付きで8300円ぐらいでした。結構安いんじゃないかな、このランクのホテルにしてはって感じなんですけど。というのも今回のプランっていうのが夜6時チェックインで明日の10時チェックアウトのプランって予約しました。エクスペディアで出てたんですよね。もしかしたらどこでも出てるかもしれないです。ただエクスペディアは自分調べなんですけど、多分一番安いと思います。じゃらんや楽天で予約するよりエクスペディアの方がなんか安いんですよね。なんでだろうって感じなんですけど、まああんま細かく調べてないんでわかんないですけどね。で今回今朝予約したんですけど、ホテルっていうのが、ただここのホテルって2、3日ぐらい前までに予約してれば素泊まりで5200円ぐらいで泊まれるんですよね、エクスペディア経由で。なんでまあどうせ泊まろう、安く泊まろうって思うなら数日前に予約すると土日でもその値段で泊まれるんで、素泊まりですけどちょっとおすすめですね。でエクスペディア経由で予約したんで一応特典っていうのが受けれるみたいで、部屋がアップグレードされてんのかはちょっとわかんないんですけど、チェックインの時にレストランで使える 20% 割引券みたいなのももらいました。まあ使う機会は今回ないかもしれないんですけど、まあ、一応そうやって特典も受けられるホテルです。日が暮れてからっていうのもまた景色はすごくいいですね。こんな感じで部屋からライトアップされたスカイツリーも一応見ることができます。やっぱ部屋がすごい、フロア高いんでね、東京はの夜景っていうのをこうやって綺麗に見ることができます。晩ご飯は近くのコンビニで買ったパン2つと紅茶を部屋にあったグラスに入れて、ちょっとおしゃれな雰囲気ですね。これ食べて少し、まあ Wi-Fi がそんなに早い感じはしないんですけど、まあ
いろいろやってっていう風な感じで、まあのんびりして明日の朝ごはんがとにかく楽しみって感じですね。普段はビュッフェみたいなんですけど、まあアメリカンブレックファーストみたいですね。どんな感じかあんまりわかんないですけど、まあ楽しみです。楽しみだなと思って朝食券の裏見たら昼ご飯に変えることもできるみたいですね。こうやってここが多分朝食食べるレストランの会場なんですけど、そこでパスタかハヤシライスに変えることができたり、追加料金を払えば前菜とかそういうコース料理っぽいものにも変えることができたり、他のとこでもレストラン複数あって空いてんだ、空いてるみたいなんで食べれるっぽいですね。まあ今回チェックアウトがまあ10時っていうのとは関係なく、まあそもそもあれなんですよね、明日は午前中、朝早くってわけじゃないですけど、まあ出かけようと思ってたんで、まあ10時チェックアウトのプランで全然いいやと思って予約したのもあって、昼ご飯食べるのはちょっと無理かな、なんでまあ朝ご飯食べてって感じですけど、こうやって昼ご飯に変えることできんならまた次泊まる時にもちょっと考えようかなって感じですね。こういうことができることは知らなかったです。では朝ごはん食べに行こうと思います。ロビーの脇にあるレストランとのことなんで、エレベーターで下降りようと思います。朝ごはん食べて出かける準備できたんで、そろそろチェックアウトしようかなと思います。朝食もいろんな種類から選べて、自分はエッグベネディクトにしたりとかしたんですけど、ホテルのレストランの場所っていうのはあれが24階かな25階かなとかなんで、やっぱ部屋からと同じように景色も良くて、自分の向いた向きからだと海とかがっていう感じかな、港っていう風な感じだ、港町って感じだったんですけど、向きによっては多分東京タワーが見えたりとかするような場所なんで良かったですね。で部屋も綺麗だし、ネットが なんか遅かったけど、まあ時間タイミングとかなんて言うんですかね、部屋の場所とか自分が使ってるものとかなんかそういうものの相性が悪かったのかなぐらいで、まあそんなに気にしなくていいかなって思うし、そんなビジネスユースとかのホテルじゃないとも思うしって感じでしょうか。この短い滞在時間のプランですけど、こうやって綺麗なホテルに泊まることができるんでね、多分また泊まりに来ると思うんで、その時はまた朝ごはんを昼に変えたりとかもしてみたいなとかも思うんでね、また泊まりに来ようと思います。